どうもローシングルです。さあボーダーランズ2、チャレンジ動画やっていきます。レッチャレンジ。まずはボルトカルト入ってすぐの、地下に降りるところのこの右脇ですね。ここです。そして2つ目はこのちょっと危ないんですけども崖のところのここです。壁際にあります。場所はここになります。そして3つ目もまたちょっと危ないんですけどこの歯車を利用します。で落ちる前にジャンプで壁です。さあこれでボルトカルトクリア。さてよ、これがですねちょっと難しいんですけどもアサシンハンター、アサシン4人を10分以内に倒すというミッションなんですけども、この1人目、これを倒したところから10分以内ですね。でまあザコは正直構わないでいけるもんなら行きたいですけども、さあアサシン2人目がこのシャッターから現れます。あのでかいやつ走ってきた、怖っ、走るの初めて見たわ。でザコ無視、危ない危ない、金持ち喧嘩せずひたすら走ります。まあ、10分って割と余裕あるといえばありますけども、あのレベルドッコインぐらいだとおそらく10分超えちゃうと思うので多少レベルアップしてから来た方がこのチャレンジは楽かな。で今はレベル80なので無双状態です。紙切れのように人間を扱ってますけども、触るだけで勝手に死んできますけども、さてここは敵を全滅させないとアサシンが現れないので頑張って全滅させましょう。さあ3人目、ラスト1人になりました。さあ走るよ、ローランドが走る、まだ走る、ここで走るのをやめた。そしてグレネードを投げる、誘導グレネードがこのバンディットたちの命を食らい尽くす。さあ各地で爆発が起こる、恐ろしいことになっている。空手チョップだがカウンターの毒針を食らう。さあまだまだ現れる。ここも、雑魚を掃討しないとアサシン本人が出てきませんので、ここで時間はなるだけ取られないようにしたいところですね。両脇から出てくるのでさらに倒すのに時間がかかっちゃいます。なのでどんどん投げれるものは投げましょう。あと1人、さあ現れる最後の1人、まだ現れない、まだか。さあ現れた、スパン、はいこれで終了しました。なかなかね大変だとは思いますけど頑張ってチャレンジしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。ローシングルでした。アリーベデルチー。